プロジェクト世界カラフルステージフィーチャリング初音ミク。はい、じゃあ今日もプロセカで遊んでいこうと思うんですけど、この新曲ラッシュ残り2曲で終わっちゃうんですよ。いや、すごい2週間でしたね。いや、まだ終わってないけどね、残り2曲楽しみたいと思います。てか楽しみにしてます。今日追加された曲はこの曲です。レイ、僕ね聞いたことないんだよね。バンプオブチキンさんの曲で、もともとフィーチャリング初音ミクとして出された曲みたいですね。いや、すごいなプロセカ、すごいな。で、さ、世界バージョンは、いちかちゃんなんだ。へえ、なるほど。うわ、なんか、藤原さんの歌声がなんか、想像できるわ、ちょっと。うわ、確かにバンプっぽいな。しかも、3DMV ありだ。やったぜ。いや、この、はぁはぁが、ちょっと、ね、あの声で再生されるもん。後で本家聞こう。聞けんのかな、そもそも。聞こって思って聞けるもんなのかな。はあ、MV も楽しみだな。あ、ミク。うわ、後ろ見ちゃうわ。うわ、うわ、なんかエンディングみたいな。わあ、めっちゃいいじゃん。あ、さきちゃんが。もうすでにね、すでに鳥肌がやばい。うわーうわー、ま、うわー、すげえ。これ絶対もともとの MV 知ってる人はみたいな。あ、さきちゃん、すげえいいじゃん。うわー、あ、戻ってきた。最後外すなよ。よっしゃー。マジで鳥肌、やべえ。サビ入る前も僕好きだわ。サビももちろんいいんだけど、 A メロ B メロあたりすげえいい。なんじゃこりゃ。うわ、本家も聞いてみて。うわー、これ元々の曲を知ってる人はもうたまらんだろうな。あと聞いててね、ちょっとなんかこのエンディングっぽさをなんとなく感じちゃって、この新曲ラッシュがこう終わりに向かってるというか、なんかそんな感じをちょっとね、なんか印象を受けたというか、まあちょっと落ち着いた曲調だから余計にね、そう思ったのかもしれないけど、めっちゃいい曲だな。さあ、じゃあマスター、レベルは26だったかな。どうなってるんだろう。最初のさ、このスマホからスタートしてんのすげえよくない？何言ってるんだろうって思う人は、よければプロセカのメインストーリーを見てみてください。いや、このメロディーすげえいい。
初のちょっとしたフレーズで心に来るのってすごい。もう何なんだろうな、めっちゃいいんだけど。良くない？歌詞も後でしっかり見てえな。すげえいい。そのコーラス後ろのも含めて。うわあ。やべ。ミスんなよ、最後ミスんなよ、ミスんなよ。レオニかっこいいな、最後の立ち姿。うわー、めっちゃいい曲なのと、この新曲ラッシュはもう明日で終わっちゃうんだなという、残り1曲になりますね。いやすげえいい曲だな、レイ。なんかさ、そのユニットの曲やったらさ、他のそのユニットの曲もやりたくなるんだよね。聞こえる、その声が、だよね。やべ、ライフ、回復メンバーじゃないけど大丈夫かな。いや、むずい。もういちかちゃんの歌声がいいのよ。やべ、むず。めっちゃいいな。この結構低めな感じがいいよね。きたー、しほちゃん来た。かっこいい。ね、この辺この辺。むずい。やあ。テレテレテ、いいよね。わあ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 、聞こえるこの声が。いやもういい、すげえ。むず、あね、ずれた。いや、この曲はね、いいよね。もっと言葉あるだろって言いたくなるのはわかる。でもね、いいんだよ。しかもちょうどいちかちゃんがリザルトに出てくれた。結構ミスは少なかったな。